はい、佐藤です。今日も漢文を読んでいこうと思うんですけど、三国志の巻21の大三伝に惹かれている義略という本があります。で、こちらの方にですね、簡単順の逸話が載っています。で、簡単順はですね、唐古の符という、唐古、壺にですね、矢を投げ入れるようなゲームなんですけど、それについて歌ったものについて、千余言、千言余りですね、千文字、ちょっとのですね、符、歌い上げたものを作ったと。で、これを上奏しましたと。で、それに対して文帝、これ曹丕ですが、文帝曹丕がこれを匠とみなして、匠としてですね、で、その褒章として白千匹を賜うと。白というのは布でありますが、これに対してですね、絹織物、布をですね、千匹、匹って分量単位です。で、これをですね、千匹お礼として支払ったというふうにあります。で、これに対して、実はですね、この千という文字が千以外に説がありまして、それについてご紹介したいんですけど、三国志解に惹かれている露出の説とですね、三国志高専の徴用文という学者の説によりますと、これはですね、線ではなくて銃に作るべきであるというふうにしています。で、なぜそれが言えるかというとですね、太平魚卵という本に惹かれている義略とかですね、他にもですね、ゲーモン類従に惹かれている義略、そして太平魚卵に惹かれている他の漢とかですね、サップ元気、いずれもこれ後の時代、唐の時代などにですね、唐宋の時代に、この義略という本を収録して作られた、文例集のようなものでありますが、こちらで、いずれも銃に作っているということで、銭ではなくて銃だというふうに言っています。で、これ、ですね、何か歴史的な事実が残っているわけでもなく、当然その簡単順がもらった、ものがですね、10匹なのか1000匹なのかというのは調べる方法がないわけであります。しかしですね、義略に基づいて引かれている様々な、類書と言ったりしますが、こういった本の中で10と言っているからには10が正しいのだろうと思います。で、なんでずれるかというと、10と1000の字の形が似ているという、それだけにつきます。で、この千予言とありまして、この千に引っ張られて書いたのかっていうふうな気もしますが、で、もう少し裏付けをするためにですね、これ三国志のですね、正史三国志の中で、この白という字を、キーワードに検索をかけたものがこちらの画面になります。で、どれぐらいの分量の白がですね、どんな場合にやり取りされているのかというのを、傍証、なんとなくの証拠、周辺の証拠を集めるために見ていくんですが、具体的なですね、数を書いたものでいくと、これですね、例えば、文帝紀、曹丕の時にですね、諸侯以下大将軍にですね、千匹を賜った、つまり、曹丕のですね、親族とか、そして高い位にある高位高官に対して千匹ずつを賜った、金銀も合わせて賜ったとあります。ですから、かなりですね、大規模な褒章の時に、100、1000匹というのが、配られているということがわかる。この三章定期のところにですね、公にあるものに、銭1000万を払って賜って、白万匹を賜ったということで、で、これで文王、これ司馬将のことだと思いますが、司馬将がそれを固く誇示したということで、革命に向けてですね、もう自滅するようなですね、大盤振る舞いをしていくときに、白万匹というものが、与えられて、それが拒否されているということがわかる。また、具体的な数字が見えるものを探していくと、ありますね。これで、義書のですね、文王即位し、前将軍に転ずと。で、長領が、もう、老人になってですね、もう戦えないという時にですね、その、長領に対して、これまで頑張ってきてくれてありがとうということで、長領に、白千匹を賜ったというのが、これが文帝でありますから、曹丕がやっているということで、歴戦の勇者である長領が、実質的に引退するにあたってですね、賜ったものが1000匹ということであれば、簡単順にですね、しれっと、1000匹をあげるというのはちょっと違和感があるかなという気はしてきます。だから、より10匹、10匹ではないかなという気はしてくるんですよね。で、しかもですね、もう一つ、傍証がありまして、で、なぜかというとですね、曹丕は簡単順のことがあまり好きではないんですよ。好きではない。で、なぜそれが言えるかというとですね、今ちょうど読んでいる、三国志の巻21ですね、巻21の大三伝、大三伝の義略の中にですね、簡単順の逸話が出てくるのであります。どこにあるかというと、簡単順、ここですね、ここです。で、この簡単順に今、ここですね、順、唐古符、千予言を作りてこれを奏すと。で、文帝、これを匠となして、持ってこれを匠となしとありますが、この前のところにですね、曹丕は、これか、
時に後漢書を、広く英字を招くに、また、かねて順の名を聞くということで、漢丹順がですね、慶州劉表政権から合流した時に後漢書、これは後漢中郎将というに、官位についていた昔の曹丕のことでありますが、曹丕が漢丹順の名前を聞いて彼を招きたいと思ったが、しかし、臨時工の、職のところに行ってしまったんですよ。曹植、曹植、曹植のところに行ってしまったということなので、どちらかというとですね、曹丕は漢丹順を、嬉しく思っていなかった。まあ、疎ましく思っていたということになります。で、漢丹順が、曹丕を、違う、曹植、曹植をですね、べた褒めするので、曹植に、大使の位、魏の王太子の位をですね、奪われそうになったという過去がありまして、で、後漢書をすこぶる、喜ばずというふうにありますので、このように曹丕は漢丹順のことが嫌いであった。で、曹植を退けて、曹丕は魏の後継者として皇帝に即位することができた後に、唐古譜というものを作った時にですね、後進に配る、とてもですね、高い、王朝に対して、高い功績がある人たちに配るような線引きを賜るとは思えない。しかも、ちょっとですね、1個譜を作っただけですからね、1個の文学作品に対してそんなものを大盤振る舞いするというのはさすがに違和感があるということで、まあ、やはりこの線とあります。まあ、このように、今このサイド上でもですね、線に作っていますが、線の字が使われておりますが、十に改めるべきであろうということになります。ですから、まとめますと、魏略というのが敗象史に引かれている中で、この線引きという文字があります。まあ、これあるのは間違いないのでありますが、同じ魏略という本を、引用している様々な太平魚覧等の本であれば、十に作っている。ですから、十というのが、十が誤って、字の形が似ているから線に化けているのではないかというふうに疑いを立てることができ、そして、この白、10匹もしくは線引きというのがどれぐらいの時にやり取りされるのかなということを確認していくと、かなり名誉ある場面でしかこの線引きというのは出てこないということで、やはり10匹ではないかということになる。で、それは曹丕の感情、つまり、曹植、曹植のところに漢丹順がいて、曹植、曹植を褒めそやしていたという過去から振り返ってみても、やはり、10匹に過ぎないのではないか。つまり、100文字、100文字あたり1拍、拍の1匹で買い取ってやろうということで、単価をですね、安く設定するという意地悪をしたのではないかなというふうに、捉えるのがよろしいかなというふうに思います。というわけで、ここは、敗象史中に引かれている魏略は、間違いなく線引きでありますが、おそらく10匹の誤りであろうと思われますので、この魏略の文章を、線を改めて、10に直すというのが適切な判断かなというふうに思います。このように、引かれている文章はですね、常に正しいというわけではなくて、この周囲のですね、証拠から積み重ねていくことで、文字を訂正していくということも時には必要になるのではないかなというふうに思います。ですから、よく邪馬台国論争とかをされている方がですね、同じようにこの鎮守とか敗象史の引かれている文章について、ここの文字は間違っている、間違っていないとか、変えるべきであるということをですね、おっしゃることがあると思います。で、軽率に何の根拠もなく変えてはいけないと思います。ましてや自分の、思っている、理想というか理解に、近づけるために、資料を改ざんするということはあってはなりませんが、では一方で元の資料が絶対に正しいのかというと、そうではないというサンプルをお見せした次第であります。はい、終わりです。ありがとうございます。